曹操は長安より救い出した帝を自らの本拠巨匠へと迎え入れた。歴史ある漢王朝の帝をいただくことで大義を得る。一方、二大派閥の一派袁術は徐々に劣勢に追いやられていた。彼は焦りのあまりとんでもない暴挙に出る。亡き孫権より奪った玉璽を手に帝を占勝。自分こそが正当な統治者だとして諸侯に臣従を呼びかけた。だがそれは袁紹に袁術を討つ口実を与えることになる。袁紹は袁術を逆賊となじり討伐に向けて動き始めた。袁紹も元の豊かさを取り戻しつつあるな。呂布の侵攻による混乱も思いのほか早く収まった。これも陛下のご意向あればこそか。確かに陛下のお力もありますが、それ以上に屯田制の効果が大きいでしょう。戦時以外、兵は畑を耕す。名案ですね、曹操殿。みんな嬉しそうに畑を耕してるぞ。毛徳、お前の評判も高まっているようだ。各地から続々と将や兵らが集まっている。今宗人が取りまとめているところだ。そりゃすげー、殿の立派さが天下に知れ渡ってるってことですね。それについて一つお耳に入れておくべきことが。集まった者らの中に劉備の姿があります。劉備は呂布に攻められ徐州を追われたそうです。曹操殿のもとへ来たということは、剣道将来を期し共に呂布と戦えないかと頼ってきたのでしょう。劉備か。淳育、お主はどうすべきだと思う？劉備は断りよりも情を尊ぶ男。曹操殿と相入れることはないでしょう。淳育殿の懸念はごもっとも。ですが劉備は民から絶大な人気があります。無下にすれば曹操殿の世評が下がるでしょう。今人心を向こうに回すのは得策ではありません。逆に劉備を受け入れ厚遇すれば、曹操殿の器の広さを世に知らしめることになるかと。今回は各家の言を取ろう。毛徳、俺は反対だ。淳育の言う通り、劉備と俺たちは相入れん。力をつける前に始末しておくべきだ。確かに劉備は刀剣につき徐州で争った。だが奴の人を引きつける力は使いようがある。あれは才などではなく、ただの性質であろうがな。それに劉備を仲間にできれば、奴の義兄弟も我らの戦力に組み込めよう。よいな、書こうとも、淳育。承知しました。殿のご判断に従います。書こうとも、わしは劉備と会う。手はずを整えてくれ。わかった。お前は一度言い出したら聞かんやつだ。天衣、巨長、お前たちは劉備の連れを見張っておいてくれ。曹操殿、なぜこうも私を愚してくれるのだ。一度は敵として戦った私を。わしは刀剣と戦ったのだ。お主に遺恨はない。敵する者を皆斬っていては天下に人はいなくなる。才ある者ならばなお惜しい。だがお主がわしと同じく英雄たる者ならば、
そうは言って折れぬやもしれんな。失礼した。しかし英雄などと、私はこの通り雷にも驚くような男なのだ。ふん、劉備よ、お互い己が目指すところを全うしたいものよな。ち、まあまあトニー、そうイライラするなって。劉備が味方になりゃ奴を慕う奴らも味方になる。そういうのも殿が言う理にかなってるだろうさ。劉備の義弟関羽は、劉備を徐州から逃がす際、呂布を相手に目覚ましい活躍をしたらしい。戦ぶりを見ていた者が言うには、その姿は軍神のようであったとか。何を大げさな。いいじゃねえの、軍神のご加護が得られるなら俺たちも楽ができるってもんよ。ええ、考えてみろ。仮に毛徳が戦に敗れ劉備を頼ったとしよう。その時お前は劉備に従えるか。うん、それも、無理だ、無理無理。そういうことだ。関羽と張飛、奴らはどこまでも劉備の将よ。決して俺たちの味方になったわけではない。そして劉備は情で動き、目の前のサジにとらわれるような男だ。それは今まで奴を見て知っているだろう。つまり劉備とは毛徳の対極にいるのだ。理によって全てを図る毛徳とは相入れまい。下手をすれば劉備は何者かの情に流され、毛徳の恩に対し仇で返してくれかもしれん。それは殿も承知の上であろう。だがそれでも殿は劉備を受け入れられた。おそらく炎章に備えてのことであろう。呂布もまだいんのに次は炎章か。なんせってのは敵に事欠かなくて参っちまうぜ。ま、殿がやるって以上やるしかねえけどな。しかしまあ、天員や巨長は大したもんだ。あの陣頭に立って突っ走る殿を守ってんだから。まったくだ。俺たちも負けてられんな。呂布は我らに敗れた後、徐州へと走った。かの地を当県から譲られた劉備を頼ったのだ。そこまではまだ理解できる。だが奴は劉備から徐州を奪った。その後劉備を勝敗に押し込めたかと思えば、次には炎術と劉備の対立を仲裁している。そして今呂布は再び徐州から劉備を追い出した。ここまで来ると全く理解できん。奴の行動にはおよそ一貫性というものがないのだ。呂布の求めるものはただ戦のみ。曹操殿のように確たる未来を見据えてはいない。私の目にはそう映るけれど、淳雄殿はどう思う？閣下殿と同じ見解です。呂布を焚きつけた陳宮は策を剣じているはず。ですが呂布が真意を介することはないでしょう。やれやれ、今の呂布はまるで天才だね。いつどんな行動をするかわからないとは。まあだからこそ備えが大切かな。ああなるほどな。けどなんか落ち着かないんだよな。これって利天殿、何か気がかりなことでも？悪い、うまく説明できればいいんだけどな。あんたらが理路整然と語っているのを聞いてると、この勘をうまく伝えられないのが悔しいぜ。伝えられればどんだけ役に立つんだか俺。
おめえら恩大将の心の広さにつけ込んで悪さしようって腹じゃねえだろうな。てめえらこそ兄者を人質にして俺たちをこき使おってんじゃねえのか。よさぬか欲得、天意も仲良くするだよ。待たせたな、運長。欲得、曹操殿の厚情心から感謝します。今回お借りした兵は必ずやお返しします。では我らはこれにて。申し上げます、縁の長州殿が降伏してまいりました。ついては曹操様と直接会談をしたいと。そうか、すぐに行こう。殿、いいんですかい、そんな簡単に相手のところに行っちまうなんて。長州とわしの戦力差は明らか。奴が降伏を選ぶのは道理よ。じゃあおいらたちも支度するだ。曹操様、ちょっと待っててほしいだよ。いや、こたびはついてこずともよい。お主らのような異常夫がわしの後ろにいては長州が怯えて話もまとまらぬであろうからな。遠からずわしと袁紹が雌雄を決する時が来る。その前に中原は平定しておかねばならん。長州がすぐに降伏してくれるならば話が早い。故に今回はわし一人で行くのだ。曹操様一人で大丈夫だか。天佑、おいらなんだか心配だぞ。ああだな。よし、こっそりついていくか。じっと待ってるなんざわしの性に合わねえしよ。でも曹操様はついてくるなって言ってただよ。怒られないだか。わしとおめえ二人だと目立っちまうが、一人なら大丈夫だろ。じゃ、巨長よ、留守番は頼んだぜ。曹操殿、一度御身に刃を向けた拙者に対しかような処遇を賜ったこと、心より感謝いたす。徐行、あざなは孔明。はじめは楊邦に仕え、帝をめぐる争いでは曹操と敵対。だが友人である万長の説得を受け曹操に従うことになる。一方、帝を保護した曹操には他にも続々と下る者がいた。軍友長州もその一人。今曹操は長州の招きを受け単身袁紹に向かおうとしていた。これよりは御身の帰化の将としてこの部を振るう所存にござる。徐行よ、お主の戦ぶりは見せてもらった。その比類なき武勇と清廉なる人品、まさに万長から聞いていた通り、いやそれ以上よ。お主の参陣嬉しく思う。今後はこの曹孟徳の将として優先してもらうぞ。万長殿、こたびの曹操殿へのお口添え誠にかたじけない。おっと、礼を言われるようなことはしていない。曹操殿の性格を考えれば君が歓迎されるのは自明のことだ。曹操殿はただ才干や能力のみで人を測られる、まさに新しい時代を築くお方だ。その分進む道には厳しい戦が待っているだろう。承知、ならば拙者も戦う甲斐があるというものでござる。徐孔明、曹操殿の大使のために刃を振るわん。しかして我が部の頂へ至らんことを願う。はは、期待通りの反応ありがとう、徐孔殿。
これからは共に戦う仲間としてよろしく頼むよ。ガクシン殿の勇猛さはすごいな。いつも一番槍だ。いえ、そんな、恐縮です。私は真っ先に敵陣に突っ込むしか能がないだけです。殿の旗揚げから従軍するあなたが一番槍として先端を開かれる。だからこそ兵は恐れや迷いを捨てられるのです。いえ、私はただ敵陣に切り込むだけで、早急殿のように縦横に立ち回ることはできません。それを言うなら俺だって空回りすることが多い。気がつくと敵に囲まれていたりして失敗だらけだ。早急殿の戦ぶりからはひたむきな志が伝わってきます。これもまた兵を奮い立たせる素晴らしい美伝です。そう言われると照れるな。でも俺はもっと殿を支えられる将になりたい。それこそ軍略などにも通じておかなければ。軍略ですか。ならば万長殿に助言を請うのはいかがでしょう。いや、おかしい。普通こうはしないはず。この城、奥まですぐに入っていけそうだ。まるでどうぞ入ってくれと言わんばかりに。普通じゃない城、城が本来と違う意味を持つ城。そうか、本当に敵に入ってきてほしいのか。なるほど、そういうことならば理解もできる。万長殿はお取り込み中のようですね。どこかの城の見取り図でしょうか。万長殿は築城や罠に造詣が深いと聞きました。こうした形で日々研鑽に努めているのですね。先ほど長州の使者が降伏の証として炎上の図面を持ってきた。あれを見てから万長殿はずっとあの調子だ。炎上ですか。万長殿があれほど引っかかっているとなると少し気になりますね。では曹操殿、何とぞよしなに。うん、承知した。長州殿の身の安全、このわしが保証しよう。恐悦にございます。つきましては我が配下の格が心ばかりのもてなしをさせていただきたいと。長州、貴様。殿！おお、悪来、お主なぜここに。すいません、勝手に来ちまいました。殿はわしが何としてもお守りしやす。早くこっから脱出しましょう。おのれ、護衛を伏せていたか。皆の者、曹操を取り囲め。絶対に逃がすな。失礼します。カコートン殿、先ほど曹公様の部隊より緊急の応援要請が。何だと。確か曹公殿は曹安民殿と共に炎上周辺の警護に当たっていたはずだね。炎上には今曹操様と天意がいるだよ。何かあっただかな。おいら心配だぞ。この状況で炎上からの応援要請、まさか長州の降伏は。ち、すぐに兵を集めろ。急いで炎上に向かうぞ。行ってください。
温帯所在に出てりゃわしの勝ちよ。だな巨長、あとは任せたぜ。猛毒、無事か？すまぬ、長州の降伏を真に受け、奴の軍師かくなる男の罠にはまってしまった。わしを逃がすためアクライがまだ炎上で戦っている。すでにかなりの深手を負っていた。向かったところで間に合わぬやもしれぬ。それでもわしはアクライを救いたいのだ。わかった、すぐに炎上に向かおう。お待ちください。相手は曹操殿に罠を蹴取らせなかった策士。ただ突入するのは危険です。曹操殿が戻ることも想定に入れ、さらなる策を仕掛けている可能性もあるでしょう。そうなのか。ではどうやって天衣殿を助ければ。陽動を起こして敵の目を引き、その間に敵の手の内を調べましょう。敵の軍師が何を仕掛けているのか、その大枠さえ分かれば手は打てます。よし、司祭は各課に任せる。皆急ぎ炎上へ向かうぞ。曹操殿は長州の降伏を受け入れていた。身の安全は保証されていたはず。それなのになぜ騙し討ちを。そう思うのが戦に勝った側の好きだ。だから利用させてもらったまで。曹操は炎章との退治を前に焦っているだろう。だから降伏するといえばすぐに飛びついた。こっちの方があっさり行き過ぎだと思ったほどだ。それがまさかあの異常夫一人にひっくり返されるとはね。いやはやお手上げだ。確かに天衣殿の活躍で曹操殿は難を逃れた。だがもし天衣殿がいなければ、きっとこの男、核の一連の策略、敵ながら見事だ。天衣は今しがた息を引き取った。ああ、曹操殿、もう抵抗はしない。降伏でもない、降参だ。この命はもうあんたの好きにしてくれ。ならば書く、お主には我が軍に加わってもらう。ちょっと待ってください殿。処罰もなしってことですかい。処罰が必要であるならば、まんまと罠にはまりアクライを失ったこのわしよ。軍師格の際と策を実行した長州の兵の連動、それらは称賛こそすれ罰すべきものではない。故にわしは勝者としてこの者らを欲する。格、もしやあなたはこの結末も読んでいたのかな。どうだかね。とにかく寛大な処置に感謝するよ、曹操殿。各家、お主は陣友と共にしばらくの間各から目を離すな。才は欲するが油断できぬ男であろうからな。わしは一刻も早く中元を抑え、炎章の南下に備えなければならぬ。次は徐州へと軍を進め、可否を制する。敵はあの呂布となる。皆十分な体制を持って戦に備えておくのだ。天衣、ごめんな。おいらが一緒に行ってればこんなことにはならなかったかもしれねえのに。巨女よ、そう自分を責めるな。お主は
命令を忠実に守ったに過ぎん。悪いのは全てわしよ。覚悟を、仇を仲間とすることをアクライはよしとしてくれるだろうか。曹操様、天意は恨み事を言うようなやつではない。猛徳、それは誰よりもお前が知っているだろう。そうそう、きっと殿らしいって笑ってますぜ。まあとはいえちっと寂しいでしょうな。殿、天意に一献傾けましょうや。ああ、今夜だけは天意の死を悼みたい。思えば初めてまみえたのは山の中だった。虎よりも恐ろしい巨漢、噂話もバカにならんと思ったぞ。それが気がつけば殿の親衛隊長、一番の信頼を得た側近になったってんだから、面白いもんだ。天意はよ、すっごく強いのにおいらにもすっごく優しかったんだぞ。一緒に殿を守ろうなっていろいろ教えてくれてな。おいおい、何しめっぽくなってんだ。今日はあいつの思い出を魚に楽しくやろうってのが趣旨だ。そうですよね、殿。うん。あれ、殿までそんな感じですか。まあ、それならそれで。私がおらねば、わしの命脈は尽きていた。殿、ご無事で。アクライ、我が無双の盾よ。各、あざなは文化。かつて董卓に仕えていた軍略家である。董卓亡き後は長州の配下となり策を練った。炎上の戦いでは長州の参謀として曹操軍を大いに苦しめる。そしてその手腕が認められ曹操に仕えることとなった。はじめまして、純勇殿。わあ、噂は聞いてるよ。董卓暗殺を企てるも失敗して捕まったんだって。その上獄中では大前自着だったと言うじゃないか。彼はさぞ岩のような御人かと思ったが、いやはや随分と繊細であられるようだ。そうですか。で、要件は。純勇殿、申し訳ない。すでに知っているとは思うが、こちらは核、私とあなたで彼を監視することになったんだ。そのことを伝えようと思ってきたのだけれど。なるほど、確かに監視が必要な御人だ。というわけだ。改めて俺は過分か、以後よろしく。なんとも釣れないね。あまり純勇殿をからかわないでくれるかな。二人には仲良くしてもらわないと困るんだ。純勇殿、少し話を聞いてもらいたい。はあ、困るか。そう言われるとどう困るのか見たくなるね。曹操殿、急な訪問失礼いたす。我が兄劉玄徳がよる勝敗が呂布の軍勢に包囲され申した。どうか呂布を撃退するための兵をお貸し願いたい。呂布め、
またぞろ動き出したか。可否にこもっていればいいものを。呂布の討伐は我らにも利がある。だが今動けば劉表に後輩をつかれるやもしれぬ。順優、お主の意見を聞かせよ。今盛んに動いているのは呂布のみ。こうする勢力はありません。演術などと組む前に呂布を撃つべきでしょう。だが城攻めとなれば時がかかろう。その間に他の奴らが動き出せば厄介だぞ。ならばこういう策はどうでしょう。義水と止水、可否を流れる2つの川を氾濫させ、城を濁流で洗い流すのです。上策です。可否は城内にそれらの川を引き入れています。水門に手を加えればすぐに水は暴れるでしょう。よし、わかった。この戦、水系にて迅速に決着をつける。今こそ乱世の獣呂布を討つ時よ。拙者は一足先に勝敗へ戻らせていただく。ごめん。呂布の包囲を破り、ここへ来るだけでも至難であったろう。だが再びその包囲に飛び込み、主のもとへ帰るか。己の義のために無双の武を振るう、まさに軍神よな。ふん、奴のそういったありようが結果として呂布をのさばらせたのであろう。辛辣だな、加工と。だがわしならばあの男をうまく扱える。そうは思わぬか。まだそんなことを考えているのか。奴は劉備の下を離れん、そう言ったろ。ふん、そうであったな。だが関羽という男、劉備には過ぎた弟よ。こっちに押し寄せてる。義水もだ。奴ら水門を壊しやがったのか。水攻めだ。どうする、外に出るか。バカ、外に出る敵の位置が高いところへ。水攻め。ダメだ、門が持たねえ。急げ。ふん、俺より弱い男。それが軍略というものだ、呂布。武に任せ、暴れるだけのお前ではわしには勝てぬ。ならば、お前が言うその軍略と俺の武が合わさればどうだ。ほう、我が軍門に下る気があるか。そうそう、呂布の本性は獣、その分惜しみ惑われませんよ。うわ、己の指。うわ、さらばだ呂布よ。最強の武を誇りながらこの可否に果てるがいい。曹操殿、こたびの救援感謝いたします。わしにとって呂布を討つ好機だったまで、お主に礼を言われることではない。そうであったとしても恩は恩です。誠にありがとうございました。
関羽よ、話がある。わしはお主を我が将として迎えたい。鬼神呂布に並ぶその部でわしを支えてくれぬか。過分なお言葉痛み入る。されど拙者の部は兄龍玄徳と共にあり、お誘い謹んでお断りいたす。劉備ではお主の待機を収めきれんぞ。余人にどう思われようと拙者は兄者を支え申す。ごめん。孟徳、関羽に執着するな。奴は俺たちとは相入れん。いや、そう切って捨てることもないかな。一時的にでもその力は利用できるはずだ。曹操殿、袁紹は間もなく公孫さんを滅ぼすでしょう。そうなれば南進は時間の問題です。劉備の実質的には関羽と張飛ですか。彼らを使えるうちに袁術を打つべきでは。閣下の言う通り、家屋の決着が近い今、中原の平定は急務。打てる手は全て打ち、袁紹との決戦に備えるのだ。はっ、ふっ、そいや。あれは兄者、しばし失礼いたす。上皇殿、戦を終えたばかりだというのにもう鍛錬に励んでおられるとは。常に己を高め続けるその姿勢、敬服いたす。おう、関羽殿、貴公に褒められるとは光栄の至りでござる。貴公と共に戦えたこと、拙者にとって得難い経験となりました。一方で己の未熟もまた思い知った次第にござる。ふん、未熟というならば拙者も同じ。これからも互いに精進を重ねようぞ。鍛錬中に邪魔をし申した、しからばごめん。英雄が揃っていると間を取り持つのも大変だね。随分幸せな悩みだけれどね。しかし夏侯惇殿の懸念は正しい。劉備がずっと曹操殿の味方でいるとは考えづらい。それでも利用しなければ曹操殿に必ず袁紹を打たせるために。あんた何かせいてないか。顔色も悪いようだし、少し休んだ方が良さそうだ。ありがとう。お言葉に甘えてゆっくり休ませてもらうよ。なすべきことが終わったらね。報告、袁術が帝を占勝し北上を開始しました。袁術が動いたか。相手をすれば袁紹に背を向けることになるが、のさばらせても受けぬ。迅速に叩くぞ。曹操殿、ならばここは私たちも出陣しましょう。可否での運を今こそお返ししたい。それに帝を占勝する逆賊は許してはおけません。それは魅力的な提案だね。曹操殿、ここはぜひ劉備殿のお力を頼むべきかと。噂では武門で名高い孫家の当主孫策も袁術の傘下から抜けたいと考えているようです。かの者も味方につけてはいかがでしょう。よし、司祭は閣下と淳育二人に任せる。袁術討伐の手はずを整えよ。長領、
お主は処罰せぬ。以後この総盲徳の将として働くのだ。なんと長領あざなは文言帝元董卓に仕えて後呂布の部を慕い配下となる。呂布の下で各地を転戦する中、関羽と知り合って友情を深めた。だが裏切りを重ねた呂布はついに曹操に処断される。許された長領は曹操の下で新たな道を歩み始めた。殿、俺のおじきはこいつらに撃たれました。なのにこいつと一緒に戦えとおっしゃるんですか。利天、お主の気持ちはわかる。だが恨みを命で注ぎ続けては天下は痩せ細る。全ては新たな世のため、分かってくれ。ああ、ここで嫌なんて言えませんよ、俺。水に流すよう努力します。曹操殿、何故私を生かし使おうとなさるのか。呂布は最強の騎臣としてその名を世に刻んだ。しかし長領、お主はまだ何者でもない。ならばこそお主には目指すべき何かがあろう。わしのもとでそれを成し遂げてみせよ。長領、よくぞ生き残った。敵視こそしたが友として嬉しく思う。やめられよ関羽殿。私は死ぬべき時に死ねず生き残ったに過ぎん。それこそ超常と申すもの。生きていれば生きるべき何かを探せよう。長領、堂々と新たな道を進まれよ。関羽殿、ありがたい。おかげで心が定まった。この部の行き着く先を見極めるため、張文言、これよりは曹操殿の刃となり戦おう。天狗、袁紹が高宗さんを打ち破ったとのことです。わしが中原を制し、袁紹は家福を手中に収めた。いよいよ機は熟したといったところか。ついに袁紹との決戦ということですね。うん、兵の高で見れば袁紹は我らを圧倒する。しかしお主らの才官はそれを凌駕しよう。巨匠に戻るぞ。決戦に向け万全の体制を整えるのだ。袁術は打った。いよいよ次は袁紹との対戦か。そろそろ限界か。でもあと少しだけなら持ってくれるはず。その席、やはりあなたは。おや、怖い顔をしてどうしたのかな。少し疲れが出ただけだよ。学科殿、そんな言葉でごまかされてくれるあなたではないか。純一殿、あなたの考えはきっと正しい。でもこのことは秘密にしておいてくれるかな。短い時間だからこそ最後までやるべきことをやり抜きたい。私の願いを聞き届けてくれれば嬉しいのだけれど。わかりました。そう閣下殿が望むのなら。ありがとう。あなたならそう言ってくれると思ったよ。では手はず通り酒に毒を。うん、まずはそれ。子孫じた時は馬頭殿と劉備殿が夜陰に乗じて動く。
今こそ帝の意を狩る逆賊に天誅を。曹丕、あざ名は士官、曹操の息子である。霊利な頭脳を持ち、その才気は父曹操にも引けを取らない。曹操が演術討伐に出る間、曹丕は巨匠の留守を預かっていた。主がいない時にこそ内なる敵が動き出す。曹丕は曹操の躍進に危機感を抱く東将らの動きを探っていた。うん、東将めようやく尻尾を出したか。うん、何やら騒がしいな。父よ、少しよろしいか。父の暗殺を企む者がいたので捕らえてきました。なんだと。東将、貴様。曹操よ、陛下の臣でありながら陛下を差し置き天下に号するとは、お主帝にでもなったつもりか。あるいはいずれ陛下になり変わるつもりか。お主のその傲慢、許してはおけぬのだ。わしは帝になるつもりなどない。帝の威徳は必要だが、それのみでは世は収まらん。黄巾党が、董卓がそれを示したであろう。故にわしは世に断りを敷くのだ。威徳と断り、この両輪をもって世を平らかにする。それがわしの進む道よ。お主に説いたとてわかるまい。だがわしの邪魔をするならば許しはせぬ。連れて行け。父よ、東将の計りごとには劉備も連なっていたようです。ですが劉備はすでに巨匠を脱し、己の本拠勝敗すらも捨てて逃げ出しているとか。うん、小さい男だ。毛徳よ、やはり奴らは恩を仇で返したぞ。放っておけばいずれまたお前の災いとなろう。すぐに追って打ち果たすべきだ。いえ、放っておいて問題ないかと。今劉備が逃げ込むとすれば袁紹のところ、彼らは捨て駒の確証として扱われるでしょう。袁紹との戦いの中で撃てればそれもよし、生き延びたとしてよって立つ地もないのです。もはや曹操殿の障害とはならないでしょう。うん、夏侯惇と淳育、どちらの言にも一理あるか。劉備を追うか、袁紹に備えるか、思案のしどころだな。父よ、これからは私も先陣に加えていただきたい。しかもよくぞ申した。我が後継たるお主の力、袁紹との決戦で見せてもらおう。殿、士官殿の恩義は俺がお守りします。うん、頼もしいことだ。当てにしているぞ、分裂。袁紹は数に任せて進軍を続けています。黄河流域の防衛線は次々と破られ、白馬、袁信も先ほど落とされたようです。これで牧羊が孤立したか。さらに高騰を制した孫策が袁紹の動きに乗じ、袁州への侵攻を企てているとも聞きます。各地から一時撤退し兵力を集中するのは得策か。いえ、孫策は簡単には袁州に攻め込めないでしょう。彼は驚くべき速さで高騰を制しました。その中で買った恨みは多い。周りを警戒して急激な動きはできないはずです。うん、淳雄殿はどう思う？何かいい知恵はないかな？
防戦一方では活路を開けません。活路があるとすれば白馬遠心かと。白馬遠心の首相は顔料文州、どちらも炎将軍切手の猛将ですが、彼らは己の部を頼み、あまり兵を抱えていません。牧羊は放棄し、本陣は最低限の兵で防衛。その上で全力で白馬遠心を攻略。これが活路を開くための道筋です。分かった、陣友、お主の体幹にかけよう。部隊を再編せよ。関東の本陣は最低限の兵で防備、その他の部隊は全て白馬遠心に集結させよ。曹操様、万歳！万歳！万歳！この勝利で乱世が終わるわけではない。浮かれて軍旗を乱す者は処罰する。良い雨季、今の天下で最大の敵であった袁紹を倒したのだ。今日くらいは許してやれ。は、主命ならば。うん。皆よく聞け。袁紹を倒した今、我らは天下第一の勢力となったと言えよう。これよりは天下の平定に向けた戦いを始める。それは今日までとは違う戦いとなろう。ともすればより過酷な道となるやもしれん。だが今はそれも忘れよう。今日だけは皆で勝利を祝い、英気を養うのだ。袁紹よ、あの世で見ているがいい。我が道を、この宋孟徳の戦いを。わしは必ずやこの手で乱世を終え、新たな時代を開いてみせようぞ。淳雄殿、関東での働きは素晴らしかったね。あの戦、あなたが袁紹の急所をついたようなものだ。いえ、俺の働きなど閣下殿たちに比べれば微々たるものでしかありません。関東の件はたまたま敵が話を漏らした相手が俺だったというだけで、俺はただ得た情報に対して最善と思える対処を殿に申し上げたまでです。ずいぶん謙遜するんだね。淳雄殿らしいといえばらしいけれど、俺はどうも将軍というのでしょうか、人の先に立って戦を描くというのが増えてです。黙って何かをするのは苦ではないのですが、あなたや文尺殿、角殿のようにはなかなか。リン、おや、俺の名前を出すおしゃべりがいると思ったら淳雄殿か。酒が入ると口がよく回るようだ。角殿、邪魔して悪かった。俺はよそでチビチビやらせてもらうよ。些細ないたずらであれ体型であれ、彼の人を驚かす際は見事なものだ。はあ、角殿にはかないません。そう言われると困ってしまうな。あなたにも私の後を任せたいと思っているのに。角下殿、いや、何でもない。淳雄殿には淳雄殿の良さがある。特に私の先にどこまでも付き合ってくれるところがいいね。あなた以上の友はいないよ。はい、どこまでも付き合いますよ。
角殿。お？角家殿の行方をご存知ですか？え、残念ながら。そうですか。無理が効くお体ではないのに、一体どちらへ？今日はいい酒が入ってますよ。もちろんとびきりの美女もおります。それは魅力的なお誘いだね。お言葉に甘えて今からお邪魔しようかな。あとのことは全て託してきたからね。さあ行こうか。はい。人の性は儚くも美しい。だからこそ大いに楽しまなければ。